ニートだったた息子が働き始めた人前に出るのが怖くなくなったいつの間にか子供を叩かなくなっていたなど受講生500人にいろんな変化が起こっている西戸昭子学校第1回目の授業を今夜8時無料で公開しますテーマは幸せって何もし幸せになりたくて一生懸命に頑張っているのに何か満たされないとしたらそれは幸せを誤解しているからかもしれません。 24回の授業をアーカイブで好きな時に学べる西戸晃子学校リアルタイムで質問できるフォローアップクラスもあってそこでは先輩たちも一緒に学んでいるから安心して楽しく学ぶことができますまずは第1回目の授業をぜひご覧ください今夜8時公開です西戸明子です西した